はい。現金回路92です。まとめたコーネルが大規模な作成方法を質問してきましたので、ベルナーが答えてくれてます。まあ、こんな感じで、立ち上がり立ち下がり時間を含む一周規模の波形を作って、それに対してレンジ関数を使いながら繰り返すと。いうことをやるという、そういう作戦であります。で、こっちの方はもう連続波としてそれを作るという作戦で、トランクを使って、まあ、モードと一緒ですけども、時間周期で繰り返すということになった関数であります。で、具体例として、例によって単位がある状態で、波形を作ると、1個だけの場合と5個だけの場合というふうにして発見ができると。で、もう1個のやつは、まあ、モードみたいな感じなんで、トランプ使って永久にそれが繰り返されるということで、ただし、t がプラスの領域のみのということになっています。で、そこで、r と l の回路を考えて、今の電圧波形の波動現象を解いてやると、こんな感じで解けると、ことになります。ちなみに、連続波の場合はもちろん、ラプラス変換そのものができませんので、エラーとなってしまいます。ということで、こっちはいいけど、こっちは、ここがエラーになったので、ダメということで、ウェルナーが、このインフィニティの場合はどうかというのと質問したので、それは次の回ですが、それ行く前に、ここの条件を変えるとどうなるかといって、その条件を書いてやると、こっちの方の元立ち上がりが急な方形波の形になります。この場合の方が本来は単純な波形なので、ラプラス変換がうまくいくかと思って見てみると、さっきの式の複雑さの関係で、残念ながらエラーになってしまい、条件式を評価できませんとなって、波形は作れるけども、ラプラス変換等はできないというふうに陥ってしまいます。で、この場合にどうすればいいかというのは、次の回で紹介したいと思います。まず今回は、大規模の作り方について、ウェルナが紹介してくれた、これのやつを使うと、任意の立ち上がり立ち上がりを含む、こういう急に大規模にできるものを紹介でした。で、それの場合は、ラプラス変換を使って、可動現象の応答も計算できるということでした。はい、以上です。